ようこそ、データサイエンス研究所へ。はい、えっ、ー、と、今回はですね、EC2 と VPC の作成について解説していきたいと思います。はい、えっ、ー、と、今回ですね、実際に今後使うですね、まあ、特に使う EC2 と VPC を実際に作成していきます。で、その上で、前回やったネットワークとか最大表記も確認しつつですね、やっていきます。で、今回の流れとしては EC2 と VPC の基礎。そして次に、ここがメインですね、EC2 と VPC の作成。 で、最後に EC2 に接続する方法について解説していきたいと思います。はい。えっ、ー、と、ちなみに補足なんですけど、まあ、今回からやっていく内容ですね。基本的に、まあ、AWS のサービスを借りるので、まあ、お金がかかるんですけど、まあ、その、AWS のアカウント始めて1年以内だと無料枠の範囲があって、まあ、基本的にその中で収まると思うんですけど、まあ、あの、絶対100%ということは言えないので、まあ、怖かったら、もうこれ見るだけでも勉強になると思うので、まあ、見るだけにして、 まあ、あの、ちょっとやってみたいなって方は、ま、ちょっと試してみて、まあ、あの、ちゃんとすぐサービスとかを消せば、まあ、あの、かかるとしても本当にちょっとしかかかんない。まあ、多分かかんないと思うんですけど、まあ、そういう感じで、あの、見ておいてください。データサイエンス研究所。はい、それでは EC2 と VPC の基礎なんですけど、まあ、まず前回の動画の内容ですね。まあ、あの、クラウドがあって、リージョンがあって、VPC 借りて、で、VPC のネットワークの範囲があって、その中に、 サブネットですね。を作って、まあ、この範囲が、さらに小さい範囲のネットワークの範囲があって、その中に、ま、あの EC2 インスタンスを置くと。で、IP アドレスが、あの、割り当てられて、っていう話をしました。でですね、今回の動画で理解することなんですけど、まあ、ほとんど一緒ですね。VPC の範囲、サブネットの範囲と IP アドレスが割り当ててるっていうのがあるんですけど、ここですね。この作成する EC2 インスタンスには、プライベート IP アドレスとは別に、パブリック IP アドレスっていうのがあります。 で、このパブリック IP アドレスを使わないと、外の世界と、まあその VPC の外の世界とのやり取りができない。ので、まあ、パブリック IP アドレスを持たせて、その上で、まあ SSH ですね、ポート22番を使って、まあアクセスするっていうのを今回やります。 はい。それでは実際に EC2 インスタンス作成していくんですけど、まあ AWS のアカウント行ってもらって、まあこのアカウントの作成とかこのコンソールとかの話は前回のシリーズで、あの,の最初の方でやってるので、まあ分からなかったら見てみてください。で、まあアカウントのこのコンソール画面開いてもらって EC2 で検索して EC2 を押しますと。で、そうすると EC2 の画面に行くので、まあインスタンスの起動を押してもらって、インスタンスの、まあこの作成画面ですね、に行きます。 で、名前適当に何らかしらか入力して、で、下見ていきます。スクロールして。でですね、まあ、あの、下の方行くとですね、このキーペアとかネットワークがあるので、この辺をいじっておきます。で、上の部分はもうデフォルトのままで大丈夫です。で、あの、ここを見てもらうと、無料利用枠の対象とかってあるので、まあ、こういうのを使えば無料利用枠でできます。まあ、1年以内の場合ですね。で、 キーペアなんですけど、これはあの、アクセスする際のキーですね、に必要にあるので、まあ、作ってない方は新しいキーペア作成してください。で、ドットペムですね、っていう、まあ、そのファイルをダウンロードできるので、それダウンロードしたら、まあ、その、どっか、自分のパソコンのどっかに保存して覚えておいてください。そのファイルをアクセスする際に使います。で、次にネットワークの設定ですね。この部分見ていくんですけど、この編集から、あの、ちょっと編集で、ちょっと詳しくネットワークを見ていきます。で、詳しく見ると、 こんな感じで、まず VPC があって、サムネットの設定があって、で、パブリック IP の自動割り当てをするかどうかですね。これを、パブリック IP を有効化にしないと、外からアクセスできません。まあ、デフォルトでこれ有効化になっているので、あんま気にしなくていいんですけど。で、続いてセキュリティグループですね。このセキュリティグループの作成では、あの、ポート22でアクセスできるようにとかの設定とかができます。まあ、要はこの IP アドレス。 からアクセスしてねとかのセキュリティも作成できます。で、今回見てほしいのは、これ前回の内容のこれですね。VPC なんですけど、この下に最大表記でネットワークの範囲が書いてます。はい。これで、あ、この範囲のネットワークなんだなっていうのがわかります。まあデフォルトでこれ設定されてるんですけど。で、さらにですね、サブネットの部分を見ると、いろいろサブネットを選択できます。で、そこに全部最大表記でどの範囲かっていうのが書いてます。はい。 で、これ別に設定しなくても勝手に割り当てられるので、まあ、指定なしでそのまま作成します。でですね、次に、まあ、その下見ていくといろいろあるんですけど、まあ、ここに SSH で22番が書いてあれば大丈夫です。外から接続できるようになってます。で、ここまで確認したらですね、インスタンスを起動を押してもらうと、インスタンスを作成することができます。 でですね、実際にインスタンス作成したら、まあこれサンプルサーバーって名前つけてるんですけど、このチェック、前をクリック押してもらうと、いろいろ情報を見ることができます。で、その中でもいろいろあるんですけど、まあネットワーキングの部分を見ると、この割り当てられているパブリック IP アドレスとか、あとはプライベート IP アドレスですね。とか、あとはこの VPCID のところを見ると VPC のネットワークの範囲とか、サブネット ID を見るとそのサブネットの情報とかを見ることができます。で、 ここですね。パブリック IP アドレスは今後使うので、これはチェックしておいてください。で、ここをクリックするとコピーとかができます。でですね、今回はまあネットワーク設定って言ってるように、まあ、前回やったネットワークの部分を詳しく見たいので、まあ、VPC はさっき最大表記見たのでいいとして、サブネット、さっき指定して作ってないので、サブネットの方を確認するとどうなるかっていうと、まあ、こんな感じでサブネットの画面行くんですけど、ここにですね、あの、最大表記で書いてます。ネットワーク範囲が。 これによって、まあ、どのネットワークのどのサブネットのものを取ってるかっていうのを確認することができます。はい。それでは続いて EC2 に接続なんですけど、まず AWS サービスの構成図ですね。今こんな感じになってます。はい。VPC とサブネットも勝手にできてて、EC2 インスタンスがあって、まあ、プライベート IP アドレスとパブリック IP アドレスが割り当てられてると。で、SSH のポー二22番でのセキュリティグループも作成していると。 なので、あのー、さっき作ったですね、EC2 の、あのー、起動の、の EC2 の設定の部分で見たように、このパブリック IP アドレスを教えして、ポート22番で接続すればできると。で、あとはキー、キーですね、キーも作成しているので、そのキーのファイル、まあ、なんとかなんとか .pem のファイルを使ってアクセスすることができます。はい、それではですね、実際に VS コードを開いてもらって、拡張機能で、リモート SSH っていうのをインストールします。 で、次にですね、そうすると、このなんかパソコンに変な丸いやつがあるアイコンが出るので、ここを押してもらって、設定ですね、の部分を押すと、なんか .ssh のコンフィグファイルが出てくるので、これクリックして開いてもらうと、まあなんか出てくるので、まあ出てこなかったらこれコピーしてください。で、この部分ですね、ホストネームのこの部分にパブリック IP アドレス入れてください。で、このアイデンティティファイルのここに、 あの、キーのパスですね。まあ、なんとかなんとか .pem って書いてあるやつを入れてください。で、この辺は、あの、ユーザー、EC2 ユーザーとかポート22はこのままにしておいてください。で、これで、この部分ですね。これをクリックしてもらうと、こんな感じで、あの、接続できます。で、ここにですね、プライベートの IP アドレスが書いてあるのが確認できます。はい、それでは最後、EC2 インスタンス終了なんですけど、まあ、あの、ずっと起動させてるとお金かかっちゃうので、まあ、無料枠の時は無料かもしれないんですけど、 まあ、あの念のためですね、この確認が終わったらインスタンスを終了させてください。データサイエンス研究所。はい、それでは最後まとめなんですけど、今回は EC2 と VPC の作成ということで、まあ、メインはここですね、EC2 と VPC の作成を作ると。で、パブリック IP アドレスとキーを使って EC2 に接続しました。で、この中でですね、まあ、前回やったネットワークとか最大表記の確認をしつつですね、この流れをやっていきました。 はい。いかがだったでしょうか ?EC2 と VPC の作成について。もしよろしければチャンネル登録、高評価、コメントぜひぜひお願いします。それではまた。バイバイ。